どうも、レイノです。今回はですね、2021年10月6日にニュースに取り上げられていた危険なある身近な食べ物についてお話ししていこうと思います。もしかしたらすごく簡単に買えるものなので、皆さんも一度は口にしたことがあるかもしれないです。日本で多く利用されている桜印蜂蜜に基準超えの発がん性物質が混入されていたと疑惑がありました。パンやアイスにかけたり、みんなに愛されている蜂蜜ですが、実はこんな身近な蜂蜜に発がん性物質が入っていたということですね。国内トップシェアの桜印蜂蜜に基準値を超える除草剤成分グリホサートが混入していることが週刊新潮の取材で分かりました。さらにメーカーの加藤美芳園本舗がその実態を把握しながら隠蔽したのではないかという発言もあったそうです。その会議が行われたのは2021年の2月2日。音声データからは加藤美芳園本舗の取締役営業本部長の次の言葉が確認できました。グリホサートが混入しながらまだやっている、私は回収ははっきり言ってしたくない、などの音声データが残っています。今回問題になっている成分、それはグリホサート。グリホサートとは世界中で広く使用されている除草剤の主成分です。2015年には国際がん研究機関が人に対しておそらく発がん性があるとし、危険度を示す5段階評価で2番目に高いグループ2A に分類しています。そうしたことから世界中で規制強化の働きが広がっている要注意成分です。そんな基準超えの蜂蜜がみんなも身近なスーパーで買うこともでき、中には基準値の5倍のグリホサートが入っていたことも分析結果で発覚したそうです。5倍ってかなり大きな数字に感じますよね。それにこの他にも身近な危険な食べ物というのがあります。それが超加工食品。アメリカ糖尿病学会によると、超加工食品とは糖分や脂肪、塩分を多く含む加工済みの食品ということです。硬化油や添加糖、香味料、乳化剤、保存料などの添加物を加えて工業的な過程を経て作られます。特徴としては常温で保存ができ、日持ちを良くしてある食品などで、加糖や人工油脂などをたっぷり使ったスナック菓子やドーナツ、菓子パン、レトルト食品、フライドポテトなどが超加工食品です。こういった超加工食品はその過程で生じるアクリルアミドという物質による発がん性を WHO や厚生労働省が認めています。簡単に食べられて便利な食品は健康にリスクがあると疑うことも大切です。これまで超加工食品は肥満や糖尿病になりやすいという点が注目されていました。それが今回がんにも言及した論文が出て話題になっています。まだ新しい研究で決定的な答えは出ていませんが、現段階で疑いがあるものは気をつけた方がいいかもしれません。はい、ということでいかがだったでしょうか。僕はですね、あんまり蜂蜜を使う機会がないのであんまり口にしたことがないんですけど、まあ、何回か食べたことありますね。まあ、そこまで好きではないので毎日使うようなことはないんですけど、まあ食べる人は気をつけた方がいいかもしれないですね。まあ蜂蜜は使わなくても、僕は結構ジャンクフードとかポテチとかそういったものはすごく好きなので、まあ少し気をつけてみようかなと思います。ということで、少しでもためになった方はグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。できれば1年以内に1万人を目指しているので、ぜひ登録をお願いします。それが僕の励みになります。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。